いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 皆さんお元気ですか？私、10区にありますエスパスジャポンにやってまいりました。今日はですね、エスパスジャポンで行われている展覧会に皆さんをご案内したいと思います。さあ、何の展覧会かな？入り口を入りますと、もうそこはすでに日本の香りがしますよ。さあ、わかりますでしょうか？今日は私、カリグラフィーの展覧会にやってまいりました。はい、こちら漢字一文字でみやびと書かれております。皆さんも知ってますよね、みやび、じゃかじゃかじゃん。あのみやびさんの漢字と同じでございます。こちらみやびやか、とても和風のね、日本らしいという意味でございます。お、こちらはですね、ひらがなも書かれていますよ。朝日今昇らんとして、紅に東中場に染めぼかしたりさ、私ちゃんと読めてるんでしょうか？これもね、素晴らしいですね。こんな作品も作れるんですね。これちょっと飾ってもすごいインテリア的にも素晴らしいんじゃないでしょうか。うん、これ可愛いですね。こちらの作品の名前はですね、円満。円満ってこうみんなが丸く仲良くなるっていう意味なんですけれども、わかりますか？この円の感じがですね、丸くなってます。あ、なんか可愛い、これ感じなんですよねこれは春夏春冬、春夏秋冬でございます。これ多分ね、皆さん額とかこの紙だったりテクスチャーもかなりこだわってらっしゃると思うんですよね。まだまだ奥にも作品が続いております。これも作品ですね。さあ、私読めませんこちらはですね、デッサンとカリグラフが一つの作品になってバランスが取れて美しい作品に仕上がっております。書道カリグラフですけれども、実はですね、これ日本の学校ではですね、子どもたちはオブリガトアで勉強します。私もね、小学生の頃は学校で必ずお習字の授業がありまして、こういうパンソーで書くものと鉛筆で書く2つの2種類の書道をみんな日本人は学びます。そしてさらにそこから、ね、学校の義務教育が終わった後にこうね、皆さんこの芸術家さんたちのように専門的に書道を学んでいくアーティストの方々もいらっしゃるわけです。余白を生かしてこう隅に菊の花と漢字が書かれている、わびさび的なニュアンスの漂うジャポネスクなカリグラフィーです。美しいです。こちらは漢字とひらがなが混ぜ合わさった作品ですね。凛として、あの凛としてしぐれの凛としてでございます。凛としてしぐれも凛と佇みながら雨が降っているという名前でございます。こちら図書館でございます。印刷じゃんということで、皆さん書道の魂は感じられましたでしょうか？とてもね、素敵な展覧会ですので、これ27日までやってます。皆さんぜひぜひ遊びに来てください。詳しいインフォメーションはエスパスジャポンのサイトの方に出てますので、皆さん一緒にチェックしませんか？ふぶれこんぶれ